株式会社マンナンライフは、こんにゃくを果汁で味付けした菓子を販売している日本の会社。こんにゃくゼリーを製造を販売する会社で、1964年9月に、創業し1969年7月31日に、法人化している。本社があるのはこんにゃく芋が特産品である、群馬県神羅郡下仁田町の隣に位置する富岡市。 本社所在地と神羅郡神羅町には工場を有する。こんにゃく芋から生成した水溶性食物繊維のグルコマンナンにブドウやリンゴなどの果汁で味付けしたこんにゃくをこんにゃく畑という名称で販売している。スーパー向け商品のこんにゃく畑、ドラッグストア向けにカロリーを3分の1に抑えたこんにゃく畑ライト、コンビニ向けの小袋タイプのこんにゃく畑。 柔らかいゼリーの中に細かくした、こんにゃく畑を入れた、ララクラッシュ。アルミ製パウチに砕いたゼリーを入れた、クラッシュタイプのこんにゃく畑がある。スープタイプや、アイスバーを販売していたこともある。2000年代前半に販売していたアロエ入りの、アロエリーナは、特徴的な CM が話題になり、CM ソングは2001年7月15日に、聞いてアロエリーナ聞いて、マルゲリータの曲名で、 インディーズレーベルのジョイライドレコードからシングル CD として発売された。さらに派生した絵本、聞いてアロエリーナ聞いてマルゲリータも小学館から発売された。こんにゃく畑一連のこんにゃくゼリー窒息事故により2008年10月8日から製造を休止していたことがあったが、同年11月26日にマンナンライフのホームページにおいて製造販売を再開する旨が掲載され、 同年12月5日から流通を再開した。再開後のこんにゃく畑はパッケージ及びゼリー容器に大きく注意書きを行っている。また、ゼリー自体の弾力も以前より柔らかくするなど調整が加えられている。ありがとうございます。